やだ、何これ、日本人の美意識だけおかしい。皆様お疲れ様です。パーソナリティのさつきです。皆さんは夏の風物詩と聞いて何を思い浮かべますか？海、花火、夏祭り、風鈴、スイカ、かき氷、ホタル。日本には夏を感じさせるものが本当にたくさんありますよね。今回ご紹介するのは、日本に長期滞在したドイツ人の女性写真家がある夏の風物詩に衝撃を受けたエピソード。彼女は当初その風物詩に対してネガティブなイメージを持っており、日本人がそれに風情を感じていることが理解できませんでした。しかし1年後にはそれに対する感じ方が変わっていたというのです。彼女が出会った日本の夏の風物詩とは一体何だったのでしょうか。早速見てみましょう。ドイツ人写真家が日本の夏に絶句。私の名前はパウラ、30代のドイツ人写真家よ。私が主に撮っているのは風景写真。ドイツだけではなく、いろいろな国の写真を撮ったことがあるわ。今回みんなに話すのは、私が仕事で日本を訪れた時のこと。数年前、私は日本の風景の写真集を出版するために、約1年間、日本に滞在していたの。日本は季節ごとに全く違う風景を見られることで有名でしょ。そのことはドイツ人の私でもよく知っていたのだけれど、実際に日本でそれを見ると、その素晴らしさは想像以上だったわ。春のポカポカした陽気や美しい桜の花、夏の強い日差しに照らされる若々しい青葉、秋の涼しくて過ごしやすい気候と、赤やオレンジに色づいた紅葉、冬の雪景色やお正月のにぎやかな街の様子、このようなたくさんの魅力をすべて体験できるのは日本だけだった。ところで、日本に滞在して1ヶ月が経った頃、私は日本の四季のある特徴を知って大きな衝撃を受けたの。それは四季を彩る要素の一つである虫の存在。私はそれまで虫に対してネガティブなイメージを持っていた。だって虫ってなんだか気持ち悪いし、なんとなく不潔なイメージがあるでしょ。多分私だけではなく、世界中の多くの人が虫に対して苦手意識を持っていると思うわ。そしてもちろん日本にもみんなから嫌われている虫はいる。でもね、日本人はただ虫を嫌うだけではなく、ヨーロッパ人の私たちにはない虫との付き合い方をしていたの。私がそれを初めて知ったのは、ギラギラと太陽が照りつけるある暑い夏の日だった。その日はちょうど現地スタッフのかすみという日本人女性と滞在するマンスリーマンションの近所を散歩していたわ。かすみはとても優秀なスタッフでね、私が日本で生活する間の通訳や身の回りの世話をほとんど引き受けてくれた。もしも彼女がいなかったら、日本での仕事はスムーズに進まなかったと思うわ。散歩中、私はあることに対してイライラを募らせていた。それは夏のうだるような暑さに拍車をかけるようなやかましい虫の鳴き声。ジージージーという大きな音はとても耳障りでストレスフルだったわ。日本ってこんなに虫だらけなの？と私はげんなり。ねえ、このうるさい音って虫の鳴き声よね？と隣を歩くかすみに話しかけた。そうですよ、ドイツでは夏に虫は鳴かないんですか？ここまでうるさくはないわ。もう日本の虫のやかましさにはびっくりよ。日本の夏はこれが普通なの？このうるさい虫は何？セミですよ。毎年この鳴き声を聞くと、いよいよ夏本番だなって思うんです。どうやら日本の夏はこのセミが鳴きまくっているという状況が当たり前のようだった。ドイツにはセミなんてほとんどいないからちょっと驚いたわ。毎年なんて大変ね。
駆除したりはしないの？みんなうるさくて迷惑しているんじゃない？まあ確かにうるさいですが、駆除なんてしませんよ。さすがにうるさいという理由だけで駆除したらかわいそうですしね。それにセミの鳴き声は日本の夏の風物詩なんです。昔からこの音と共に育ってきたから、急にそれが聞けなくなったら寂しくなっちゃいますよ。風物詩？よくそんな発想になれるわね。ただうるさいだけなのに。そんなことないですよ。セミの鳴き声からは夏の風情というか、美しい雰囲気のようなものが感じられるんです。このうるさい虫の鳴き声が美しい？日本人の美意識は理解しがたいと思ったわ。なんだか自信がなくなってきたわ。風情というものを理解できない私に日本の美しさを伝える写真が撮れるのかしら。そこまで心配しなくても大丈夫ですよ。それより日本にいる間にぜひ虫たちと仲良くなってみてください。昔の子供たちはみんな夏になると虫捕りをしていたんです。みんな？はい。近年はテレビゲームやスマホゲーム、いろいろなおもちゃなどが豊富にあるから虫捕りをする子供は減ってきましたが、昔は多くの子供たちが虫捕りをして家で昆虫を飼育していました。特にカブトムシやクワガタムシは大人気。飼育している昆虫同士を戦わせて遊んでいたんですよ。何それ、面白そうね。日本にはヨーロッパとは全然違う昆虫文化があるみたい。カブトムシやクワガタムシなら私も苦手ではないから、機会があればバトルをして遊んでみたいと思ったわ。そしてとにかく蒸し暑かった夏が終わり、季節は秋に。やかましかったセミたちは鳴りを潜め、今度はスズムシという昆虫が登場した。スズムシはセミよりも少し高い鳴き声だけど、私にとってはセミよりはマシだったものの、やはりうるさいものとしか思えなかったわ。ところがかすみはこのスズムシの鳴き声も季節の美しさを感じる素晴らしいものだと主張。幼少期には家でスズムシを飼っていたとも言っていた。こんなにうるさい虫を家で飼うなんて信じられない。うるさくてぐっすりと眠れないんじゃないの？いえいえ、この澄んだ音色が心地いいんですよ。心地いいですって？日本人の昆虫に対する愛情は普通じゃないと思ったわ。やがて冬になり、あれだけうるさかった虫の鳴き声はパタリと止んだ。ドイツに比べたら寒くはないけれど、日本の冬もそれなりに厳しい寒さ。もしかしたら虫たちは活動をやめて寒さに耐えながらどこかでじっとしているのかもしれないわね。そして数ヶ月後、春がやってくると昆虫たちは再び姿を現した。しかし春の昆虫たちは夏や秋の昆虫たちとはちょっと雰囲気が違っていたの。蝶やテントウムシなど春の昆虫たちは色鮮やか。花に止まる蝶を写真に収めてみてはどうですか？かすみにそう言われた私は、満開の菜の花と蝶の写真を撮ってみた。よく見ると蝶って綺麗なのね。蝶の羽はとても色鮮やかで芸術的。蝶がこんなにも美しい昆虫だということに私は初めて気づいたの。私は今まで虫に対して気持ち悪さや鬱陶しさばかりを感じていた。だけどそれだけではない魅力があるのだと分かったわ。その後も私は全国各地で春の昆虫たちを次々に撮影。美しい青紫色の羽を持つ紫しじみという蝶を撮った時は本当に感動しちゃった。そしてまた夏がやってきて、私はドイツへ帰国することに。やはり日本ではセミがじいじいとうるさく鳴いていてストレスを感じたわ。でもね、1年前の夏とは少し感じ方が変わっていて、ああこのうるさい鳴き声を聞くと夏を実感するわって思ったの。つまり私はセミの鳴き声を聞いて煩わしさと同時に夏の訪れを感じたというわけよ。その時ふと思い出したのが、
セミの鳴き声は日本の夏の風物詩で風情が感じられるというかすみの発言。風情とか日本人が季節に対して感じる複雑な美しさについてはやっぱり完全には理解できなかったけれど、セミの鳴き声の感じ方が変わったことで日本人に少しだけ共感できたような気がしたわ。もしかしたら日本人と昆虫の関わり方はとても素敵なものなのかもしれないわね。私は帰国後、日本で夏の風物詩となっているセミについて少し調べてみた。すると日本のように国内全土にわたってセミが生息する国はあまり多くないことが分かったの。それに世界の人々はセミの鳴き声をただの騒音だと捉えているみたいね。ちなみにアメリカでは素数ゼミと言われるセミが13年もしくは17年周期で大量発生。その年になるたびに鳴き声は騒音扱いされ、社会問題として取り上げられているそうよ。場合によっては殺虫剤によってセミを駆除することも。だけど殺虫剤で駆除されたセミを食べた野鳥が大量死するなど、アメリカ社会にとって素数ゼミは厄介な存在となっているみたい。私だって日本でセミの鳴き声を初めて聞いた時はただ鬱陶しいとしか思わなかった。多分日本以外の国の人々が日本人と同じ目線でセミなどの昆虫と付き合うのは難しいんだと思うわ。ところでそんな外国人には受け入れがたいと思われる日本人と昆虫の関係が意外なところで海外にも影響を与えているのを知っているかしら。私は少し前にあるネットの記事を発見。それを読んで日本人と昆虫の関わり方の素晴らしさや海外に与えている影響を知ったのよ。その記事は日本が生んだ大ヒットゲームであり、ドイツでも販売されているポケットモンスターに関するものだった。ポケットモンスターのゲーム内容は森や林などで捕まえたモンスターを育成しバトルをするというもの。この設定を聞いて何かピンとこない？そう、これは日本人と昆虫の関係性にそっくりなの。かつて日本の子供たちはカブトムシやクワガタムシを捕まえて、それを飼育し、お互いの育てている昆虫を戦わせて遊んでいたとかすみが教えてくれた。日本人と昆虫の付き合い方がポケットモンスターに影響を与えているのは明らかだわ。そしてこのゲームやアニメは今では世界的に大人気となっている。つまり日本の昆虫文化は世界中の人々に間接的に影響を及ぼしているということなのよ。さらに動物の森という日本のゲームにも昆虫採集は登場。このゲームも世界中で高い知名度と人気を誇っているわよね。影響力のある2つのゲームで日本人と昆虫の付き合い方が描かれていて、それが世界中で受け入れられている。ここから考えても日本の昆虫文化はどんどん世界中に広がっている可能性があると考えられるわ。それにしてもゲームなどの現代的な娯楽が広まり、昆虫採集をする子供たちが減った日本において、ゲームという新たな形で日本人と昆虫の付き合い方が表現されているなんて、なんとも面白い話よね。日本人にとっての昆虫は私たち欧米人が考えているものとは全く違うもの。美を表現したり、四季の素晴らしさを教えてくれたり、新たなエンターテインメントを生み出しているのが日本の昆虫なのよ。パウラさんのエピソードは以上になります。このエピソードは海外のネット掲示板などでも大きな話題に。外国人ネットユーザーからは数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。確かに昆虫採集とポケモンって似てるよね。点と点が線でつながったような感覚だよ。去年の8月の終わり頃に日本を旅行した。鮮明に記憶に残っているのはジメジメとした暑さとセミやコオロギの鳴き声。並木道を歩いていたらセミが空から落ちてきて顔に激突したから悲鳴を上げて驚いたよ。僕はイタリア人だが3年間ほど日本に住んでいたことがある。
夏の間のセミの鳴き声は結構好きだったな。帰国してからはセミの鳴き声を聞く機会がないから、時々寂しくなるよ。親の仕事の都合で子供の頃は日本の田舎町に住んでいた。周りは山ばかりだったから、よく昆虫を捕まえてペットにしていたよ。虫取り網や虫かごはスーパーやドラッグストアなどでたくさん売られていた。スイカの皮を置いておけば、いろいろな虫が集まってくることは田舎の子供たちならみんな知っていたね。昔のアメリカ人はマッチ箱に虫を入れて天気を予測していたんだってさ。虫の反応や見た目でその日の天気や天候の移り変わりを知ることができたらしい。僕のおばあちゃんもそうやって天気を調べていたよ。まとめ。日本の夏の風物詩であるセミは俳句では夏の季語にもなっています。セミを詠んだ句は非常に多く、静かさや岩に染み入るセミの声という松尾芭蕉の句は特に有名ですよね。また虫の声という童謡があることからもわかるように、日本人はセミの他にもスズムシなどが発する音を声と表現します。これは日本人が虫の音を言語を認識する左脳で処理しているから。一方の欧米人は音楽や機械音、雑音などを認識する右脳で虫の音を処理。そのため虫の音は雑音として認識されるそうです。それから日本語にはセミが一斉に鳴き始め、まるでしぐれが降ってきたかのように大音量で聞こえてくる様子を情緒のあるものとして表現したセミしぐれという美しい言葉があります。しかしセミの鳴き声を聞き慣れていない外国人にとってはセミしぐれは単なる騒音でしかなく、驚くことが多いようです。このような日本人と外国人の虫に対する感覚の違いを知ると、虫の鳴き声を風情のあるものとして捉えられる感性を持った日本人として生まれたことに喜びを感じる人も多いのではないでしょうか。夏真っ盛り、あちこちから聞こえてくるセミの大合唱に耳を傾けながら、楽しい夏をお過ごしくださいね。日本を象徴するといえば、誰もが富士山と答えるでしょう。富士山の標高は3776メートル。世界的に見るとそれほど標高の高い山とは言えませんが、その美しさは数々の浮世絵にも描かれるほど、古くから日本人の心を魅了し続け、2013年にはユネスコの世界遺産にも登録されました。富士山が世界遺産に登録されてから今年で早10年。今回はそんな富士山に関する話題をお届けしましょう。エピソードの主人公はスペイン人男性。彼はある日、友人に誘われて富士登山に挑戦することになったのですが、その結末やいかに、ぜひ最後までご覧ください。外国人が憧れの富士山に初めて挑戦した結果。僕はスペインの大手企業で働くスペイン人。大学時代は東京の大学に留学した経験もあって、実は大の日本好きなんだ。日本といえばアニメやゲームの印象が強いかもしれないけれど、僕が好きなのは日本の美しい風景。日本の美しい自然や伝統的な建築物を見るたびに心が洗われるような気持ちになる。今回はそんな僕が日本に留学していた時に経験したある素晴らしい出来事をシェアさせてくれよ。日本の生活にもすっかり慣れ、長かった留学生活も終わりに近づいてきたある日、僕は日本人の友達亮太に突然、富士登山に行ってみないかと誘われた。登山自体は母国スペインで何度か経験したことがあるけれど、日本の山には登ったことがない。それに富士山から眺める景色は絶景だなんてよく言われてるし、帰国前のいい思い出になるかも。僕はワクワクした気持ちを抑えながら OK の返事をしたよ。8月のある日、
僕たちは新宿から富士山5合目行きのバスに乗り込んだ。しばらくバスに揺られていると、見えた、あの有名な富士山が。僕は胸の鼓動の高鳴りをはっきりと感じたよ。あっという間に富士山の5合目に到着。バスを降りると、え、寒い、これで8月？僕はすぐさまバッグから上着を取り出したよ。あんなに蒸し暑かった東京が嘘みたいだ。涼太によると富士山の5合目は東京よりも標高が2000メートル以上も高いから気温も15度くらい低くなって、今のここの気温は15度くらいなんだって。僕たちは防寒対策を万全にして早速山登りを始めた。6合目までの道は比較的なだらかで談笑する余裕があるくらいだった。でも7合目に近づいたあたりからだんだん木がまばらになってきて赤黒い溶岩が目立ってきた。山の斜面も次第に急になってきて、いつの間にか会話する余裕もなくなってきたよ。そして7合目を越えると僕たちは雲の上に出た。このあたりからだんだん酸素が薄くなっていくのが感じられた。さらに8合目を迎えると植物は全く生えておらず、地球上とは思えないような景色が広がっていく。しばらく歩くと今日泊まる予定の山小屋が見えてきた。時刻は夕方少し前。山小屋に入ってお茶を飲みながら休憩していると、雲の隙間から絶景が覗いているのに気がついた。森、湖、そして遥か遠くの町が、まるでジオラマのような世界が僕たちの目の前に広がっている。富士山は独立峰で山脈ではないからこんなに素晴らしい景色が拝めるんだな。これまでの疲れもすっかり忘れて感動しっぱなしだったよ。僕たちは早めの夕食にカレーを食べ、寝袋に潜り込んだ。寝袋で寝るなんて久しぶりだったけど、あっという間に熟睡してしまった。でも朝2時過ぎだったかな、急に周りが騒がしくなり始めて、僕もつられて目を覚ましてしまった。見ると周りの人たちが一斉に山歩きの準備を始めている。でもどうしてこんなに朝早くに？涼太に尋ねると、夜明け前に山頂に登って山頂からの日の出を見るためだよと教えてくれた。なるほど、山頂からの日の出か。せっかくなら見てみたい。みんなに続いて僕たちもいそいそと支度をした。山小屋のドアを開けた瞬間、寒い！昼間とは比べ物にならないくらいの寒さが僕を襲った。気温10度もないんじゃないかっていうくらい寒い山の中を僕たちはただただ突き進んだ。しかも登山道の傾斜もさらに急になってきて、手で鎖を握りながらでないと登れない。5合目や6合目の楽しい山歩きが懐かしくなるほどの過酷な道。けれども僕たちを含め周りの人たちの顔には不思議と笑みがこぼれていた。なぜだろう、もうすぐゴールにつけるという期待感からだろうか。暗い山道をただただ進んでいると、そのうち前方に明るい場所が見えてきた。ついに山頂だ。先ほどまでの険しい登山道が嘘だったかのように、山頂には別世界が広がっていたよ。電灯もついているし、売店もある。そしてなんと自動販売機も設置されているなんて驚きだったよ。ここにある自動販売機の飲み物は誰がどうやって運んでいるんだろう。涼太に聞いてみたけど、さすがの涼太も自動販売機の存在は知らなかったみたいでびっくりしていた。まだ夜が明けない中、僕たちは記念撮影をし、売店で売っていた味噌汁で体を温めることにした。見た目はどこにでもある普通の味噌汁だったんだけど、なぜだろう、めちゃくちゃ美味しいんだ。後にも先にも、あれは人生で最高のスープだったと思うよ。味噌汁を飲み干してしばらくすると、徐々に空の色が変わり始めてきたのが分かった。僕たちは小さな岩に腰掛けて、移りゆく空の色の美しさを見逃すまいとじっと眺めていた。山頂も夏とは思えないほどの寒さだったけれど、不思議と辛いとは思わなかったな。東の空がうっすら白く、そして黄色、朱色へと変わっていく。ついに御来光だ。
こんなに神々しい風景を僕はこれまで見たことがなかった。さっきまでご来光の瞬間にシャッターを切りたいと息巻いていたのに、僕はカメラを出すのも忘れて不覚にもただただ立ち尽くしてしまった。我に帰った時ふと横を見ると、亮太は手を合わせて太陽を拝んでいた。そして周りの日本人も同じく手を合わせていて、僕はその光景を少し奇妙に思ってしまった。あれ、日本人って無宗教の人が多いんじゃなかったっけ。僕の出身国スペインにはキリスト教徒が多く、日曜日になると教会に行くのを習慣にしている人もいるくらいだ。でも日本人は結婚式はキリスト教式で、お葬式は仏教式でってめちゃくちゃだろ。亮太も特定の宗教を信仰していないって言ってたし、じゃあこの光景は何なんだ。僕は日本人のこの行動をすごく不思議に思い、下山するとき亮太にその理由を聞いてみた。すると、あれは宗教じゃないよ、子供の時からずっとそうしてきたから深い意味もなくやってしまうんだと笑う亮太。日本人ってなんだか深いな。気になった僕は東京に帰ってからいろいろと調べてみることにした。調べたところによると、どうやら日本人は昔から自然には尊い何かが宿るとして、自然そのものを祈りの対象としていたらしいということが分かったんだ。つまり太陽や富士山といった自然も、日本人にとっては特別な理由なく手を合わせたくなる信仰の対象なのかもしれないな。それに富士山に関してはもっと興味深いことが分かったんだ。僕はこれまで富士山が世界遺産に選ばれていたことは知っていたけれど、その理由については深く知らなくて、高くて美しくて有名な山だからくらいにしか思っていなかった。でも詳しく調べてみると、実はそうじゃなくて、富士山は古くから日本人にとって信仰の対象だったから世界遺産に選ばれたらしいんだ。今でこそ富士山の途中まではバスが通っているけれど、江戸時代までは富士登山といえば修行であり、全国各地の人々が麓から徒歩で富士山の山頂を目指したらしい。当時は富士山に登ることで健康になれるとか幸せになれるとか、さまざまな御利益を期待していたらしいよ。調べれば調べるほど富士山がただの山じゃないってことがよくわかったよ。僕は今回単なる思い出作りの感覚で富士山に登ったんだけれど、日本人にとって富士登山はそれ以上の意味を持っているんだね。もしチャンスがあればまた富士山に登ってみたいな。エピソードは以上のような内容となっていました。友人に誘われて富士登山に挑戦することになったスペイン人男性。苦労して登った分、頂上にたどり着いた時の達成感はひとしおですよね。また他の山の登山では味わえない富士山ならではの神々しさを感じることもできたようです。そんな日本の山、富士山については、海外のネット掲示板でもたびたび話題になっているようです。ここで海外の反応をご紹介しましょう。海外の反応。東京から大阪まで新幹線で移動している時に富士山を見たよ。明らかに他の山とは別物、素晴らしかったよ。10年くらい前かな、友達と富士山に登ったよ。頂上にたどり着いた時はこれ以上にない幸福感を味わったよ。日本はエキサイティングな国だね。富士山って形がすごくユニークだね。まるで地球の吹き出物みたいだ。観光で日本を訪れた時、富士山の近くまで行ったんだけど、どでかい雲に隠れて全然見えなかった。残念。私はロシア人だ。富士山はとてもユニークだと思う。海外の山と何が違うかというと、ノルウェーやロシアの高い山というのは山脈に連なった山の一つで、富士山のように巨大な単体としては存在していない。富士山より高い山なら海外にも山ほどあるけど、稜線の美しさならどの山にも負けていない。日本人のみならず、
海外の人たちをも魅了する日本の富士山。海外からのコメントの中には、実際に見て感動した、富士山に登ったことがあるというのも多く聞かれましたね。富士山は外国人観光客向けのガイドブックの表紙になっていることも多くあり、日本を代表する山として海外の人たちにもよく知られた存在であるようですよ。富士山のトリビア。ここまで富士山は外国人にも人気であることをお伝えしてきましたが、最後に富士山に関するちょっとしたトリビアをお話ししましょう。もしかしたら私たち日本人も知らないトリビアがあるかもしれませんよ。1、富士山の高さは昔はもっと高かった。冒頭では富士山は3776メートルとお伝えしましたし、社会科の授業などで富士山のように立派な人間に皆なろうと覚えた方も多いと思います。しかし富士山の高さは実は正確にはわからないのだそうです。1885年の公式記録では富士山の高さは3778メートル、しかし1926年の調査では3776メートルとなんと2メートルも低くなっているのです。その理由の一つとして考えられるのは1923年の関東大震災。関東大震災により地殻変動が起きたことで富士山が低くなったという説があるのです。2、富士山では下から雨が降る。雨といえば普通上から下に降ってきますよね。しかし富士山をある程度登っていくと下から上に雨が降るようになるそうです。その理由は雨を降らせる雲が高さ500メートルから2000メートルくらいのところにできるから。富士山の雲より高い部分では足元より下に雲ができるため、雨が下から吹き上がるという現象が起きるのだそうです。富士山の山頂付近では傘は役に立たなさそうですね。3、富士山頂では結婚式ができる。結婚式といえば結婚式場やホテル、神社などで行うのが定番ですが、なんと富士山の山頂でも結婚式ができるのだそう。実は静岡県の富士山本宮浅間大社の奥宮は富士山頂にあり、ここでは7月から8月の夏季限定で結婚式を受け付けているのだそうです。当然山頂までは自力で登らないといけないので、本人たちはもちろん参列者にとってもなかなか大変ですが、一生の思い出になることは間違いないでしょう。毎年3組ほどのカップルが富士山頂で結婚式を挙げているそうですよ。4、富士山をペンキで染める計画があった。富士山といえば美しい青色、そして山頂に残る万年雪が特徴ですが、太平洋戦争時代、その美しさが危険にさらされていたのだそうです。当時のアメリカ軍には日本人の戦意を喪失させるための部署がありましたが、その部署が練った計画の一つに、富士山を真っ赤なペンキで塗って汚したら日本人の戦意が喪失するかもという作戦があったのだそうです。しかしそれを実行するためには12万トンのペンキと3万機の飛行機が必要。飛行機の燃料代だけでも600億円かかる。労力と費用を考えた結果、この作戦が実行に移されることはなかったようです。5、富士山は昔違う名前で呼ばれていた。最後にご紹介するトリビアは富士山の名前に関すること。富士山はもともと違う名前で呼ばれていたようですが、9世紀頃に作られた竹取物語に由来して富士の山、富士山と呼ばれるようになり、それが鎌倉時代に今の富士山に変化したと言われています。竹取物語ではかぐや姫が帝に別れを告げる際、不老不死の薬を渡しますが、帝はそれを日本で一番高い山の山頂、つまり今の富士山で焼いたとされているからです。
富士山は不老不死のパワーを持った山だと考えるとますます神秘的に感じますね。まとめ。今回は日本を代表する山富士山についてスペイン人男性のエピソードや海外の反応をお伝えしました。ちなみに昨年2022年の富士山吉田口登山道からの登山者数はおよそ115,000人。ここ数年は新型コロナウイルスの影響で登山者数が伸び悩んでいますが、昨年から徐々にその数が回復してきているようです。それに登山者数の約3割が外国人と言われているほど、富士登山は外国人観光客にも人気なんだそう。訪日外国人数をコロナ前の水準に戻すのはそう簡単なことではありませんが、外国人を含め観光客数が徐々に増え、より多くの人に富士登山を楽しんでもらえたら嬉しいですね。早いもので今年も残すところあとわずかになりました。こんな寒い季節には冷えた体を温めてくれるお風呂が魅力的ではないでしょうか。海外では多くの国がシャワーで済ませることも多い中、日本は湯船に浸かる文化のある数少ない国の一つになっています。特に心身を癒してくれる温泉は日本人にとって馴染み深い存在。世界の活火山のおよそ1割が日本にあると言われているため、火山性の温泉に恵まれており、豊富な温泉資源を持つ日本には2万7000を超える源泉があります。温泉施設の数も宿泊施設や公共浴場などを合わせれば2万件以上。47都道府県のすべてに温泉施設がある日本は世界屈指の温泉大国だと言われています。温泉宿などは旅行先としても人気が高く、近年ではたくさんの外国人観光客も温泉に訪れるようになったのだとか。そこで今回は日本の温泉にすっかりハマってしまったアメリカ人のエピソードを紹介するとともに、世界中に存在する和風旅館について取り上げていきたいと思います。まずは温泉旅館が大好きだというアメリカ人女性のエピソードから見ていきましょう。アメリカ人が日本の旅館に泊まった結果。私は日本の温泉旅館が大好きなの。アメリカにもホットスプリングはあるんだけど、ほとんどが水着を着て入浴するスパのプールみたいな感じね。私にとってはお湯の温度が低すぎるし、温泉に入った後豪華な料理が楽しめるわけでもない。開放感は味わえるけど、やっぱり日本の温泉にはかなわないと思うわ。私がそんな風に感じるようになったのは、冬に日本の温泉旅館巡りをしてからよ。旅行の行き先に、私は知り合いに勧められた福島県の温泉街を選んだの。目的は温泉、そして温泉旅館に泊まること。温泉旅館にはいろいろな楽しみ方があるわ。旅館によって食事の内容が違うし、浴衣のデザインも違う。もちろん温泉設備やお部屋だって違う。共通しているのは温泉に浸かれることと伝統的な日本の料理を味わえるってことかしら。この旅はとても素敵な体験になったから、これから私が実際に宿泊した福島の温泉旅館について紹介していくわね。花かんざし岳温泉。ここはいかにも日本家屋って感じのこじんまりとした木造の温泉旅館だった。館内の床には畳が敷かれていて、長い廊下には和紙が貼られた窓が連なっているの。純和風で本当に素敵。客室にはそれぞれ名前がついていて、私は宿の中で一番グレードの高い宵待ち草という部屋に泊まったわ。畳に布団ってスタイルじゃなくて、寝心地のいいベッドがあった。
部屋には露天風呂がついていて、庭園を眺めながら温泉を楽しめるの。この温泉には殺菌作用があるらしくて、美容効果も高いそうよ。お湯は乳白色だったわ。大浴場の露天風呂には日本酒も用意されていた。ちょっと珍しいサービスなんじゃないかしら。食事をお部屋に用意してもらえるのもよかった。部屋から出なくても温泉とその土地の料理を楽しむことができて、まるで小さなプライベートヴィラのようだったわ。大川荘芦ノ牧温泉。渓流沿いにある温泉旅館で景色が素晴らしかった。ロビーの大きな窓ガラス一面に大自然が広がっているの。ティーラウンジのフリードリンクサービスも最高だった。すごく興味を惹かれたのは、お部屋の窓際にあった掘りごたつね。こたつっていうのは布団がついているテーブルのこと。テーブルの中にヒーターがついていて、足や手を温めることができるの。アメリカ人にとってこたつは珍しいものだけど、これは冬ならではの贅沢なリラックス法だと感じたわ。温泉からの眺めも最高だった。露天風呂ではね、大きな岩の湯船が棚田みたいに段々になっていて面白かった。吹き抜けの中央スペースで三味線を演奏するサービスがあったんだけど、初めて聞いた三味線の音に感動してしまったわ。河内柳津温泉。奥会津と呼ばれる地域にある温泉旅館よ。ここでは会津弁という言葉を聞くことができるの。同じ日本語だとは思えなくて、とても不思議だった。部屋の窓から見える川と赤い橋が美しかったわ。ここでは会津の伝統的な料理を楽しめる。ラム肉のしゃぶしゃぶとか、川魚を使った料理とか、他にも珍しい料理がたくさんあった。朝食はパンなのよ。パンも地元の名物らしくて、ジャムも目玉焼きの卵も会津産。温泉だけじゃなく、地元の食材をふんだんに使った食事が印象的だったわ。どれもとても美味しかった。原滝東山温泉。この温泉旅館の食事も素晴らしかった。席に用意される料理だけじゃなくて、ビュッフェスタイルの料理も用意されてるの。スープやライスは自分で好きなタイミングで取りに行ける。連泊する場合、席に用意される料理はその日ごとに変わるらしいわ。ちょっとした違いなのかもしれないけど、そういった気遣い、心配りは本当に日本らしいと思う。リクエストがあれば、牛肉や豚肉を鶏肉にすることも可能だというから、宗教上豚肉や牛肉が NG な人でも大丈夫じゃないかしら。食事の後は温泉を満喫した。温泉旅館の多くは日帰り入浴のゲストにも温泉施設を開放しているけど、夜は宿泊客専用。贅沢に夜景を眺められるし、やっぱり私は宿泊で温泉を楽しみたい。そうそう、ここに泊まった時に温泉街を散歩していて思ったことがあるんだけど、薄闇に包まれたたくさんの建物の様子、建物からこぼれ落ちる明かりの様子は、まさに千と千尋の世界ね。英語版を見たことがあって、確かあれも温泉だったはず。日本には本当に千と千尋みたいな風景の場所があるのよ。東流館湯の神温泉。ここは大川渓谷沿いにある温泉旅館よ。部屋へ入ったら、寝室として使う部屋にはすでに布団が敷かれていた。ここの旅館の浴衣がとても可愛くて気に入ってしまったわ。全部の部屋に専用露天風呂と内湯がついているから、ファミリーでの利用にも向いていそうね。大浴場や貸し切り露天風呂もあるし、大人数のグループでも楽しめそう。日本の温泉はタトゥーをしていると入れないことが多いけど、部屋についているお風呂だったり貸し切り風呂だったりすれば、タトゥーをしていても問題はないわ。食事も良かった。盛り付けが芸術的で美しいし、福島牛のすき焼きはここでもとろけるような美味しさだったわ。こんな風に私は福島の温泉旅館を巡っていったの。
私好みの熱い温泉にじっくり浸かれて、その土地の素材を使った伝統料理も満喫できた。こじんまりとした温泉旅館から部屋数の多い大きな温泉旅館までいろいろあったけど、どの旅館にもそれぞれに個性があった。やっぱり実際に泊まってみないとその魅力には気づけないわよね。今度は初夏や秋に温泉旅館巡りをしてみたいと思うわ。エピソードは以上のような内容になっていました。日本人から見ても羨ましくなってしまうような素敵な温泉旅館がいろいろと紹介されていましたね。海外の人から日本の温泉を絶賛されるのは嬉しいものだと感じます。草津温泉や箱根温泉、城崎温泉や道後温泉などなど、日本にはまだまだ風情ある温泉街がたくさんありますから、ぜひ日本各地の温泉を堪能してもらえたらいいですよね。さて、日本の温泉は外国人観光客をも魅了しているようですが、それに伴い近年海外では日本の伝統的な旅館をテーマにデザインされたホテルが次々と誕生しているのだそう。日本風旅館が海外で注目されるようになった理由の一つには訪日外国人の増加が挙げられるでしょう。穏やかで全的かつ無駄を省いたミニマリズムの極致のような静かな空間、こだわり抜いたディテールの妙、こういった日本的な部分に憧れを持つ欧米人は以前からたくさんいました。しかし映画や雑誌などだけで知る日本旅館はどこか漠然としたミステリアスな存在だったのです。そんなイメージが訪日外国人の増加をきっかけに大きく変化。旅情たっぷりの旅館や温泉宿を実際に経験したことが、それまでの海外での日本旅館のイメージを強烈に塗り替えることになったというわけなんですね。それでは、世界にはどんな旅館が存在しているのでしょう。ここからは特に魅力的な海外の和風旅館をいくつか紹介していきます。世界にある日本風旅館。静か旅館、オーストラリア、メルボルン。静か旅館はオーストラリア、メルボルンのリゾートタウン、ヘプバーンスプリングスにある日本風旅館です。日本好きなオーストラリア人夫婦によってオープンされた旅館で、窓からは美しい日本庭園を眺められるのだそう。室内では浴衣で過ごすことができ、夜は畳に敷かれた布団で休めます。追加料金で指圧マッサージを受けることも可能で、日本の旅館にある要素をすべて取り入れているとのこと。朝食メニューにはご飯、塩鮭、卵焼き、漬物、酢の物などが用意されており、日本旅館そのものといった雰囲気になっています。安らぎスパホテル、スウェーデン、ストックホルム。安らぎスパホテルはストックホルム市内から車で約20分ほどのところにある大規模なホテルです。建築家笠島洋二氏による日本と北欧が融合した美しい空間が印象的。大浴場やサウナ、絶景露天風呂などスパの内容も充実しています。日本風ゲストルームで浴衣を着て過ごし、豪華なサービスを堪能できます。旅館シウダーデメヒコ、メキシコ、メキシコシティ。メキシコシティにある旅館シウダーデメヒコはシンプルな和の空間を表現した清潔感のある宿泊施設です。敷地内には庭園やスパ&ウェルネスセンターがあるほか、室内には畳スペースがあり、各部屋に浴槽が設置されています。食器なども日本風になっているので、メキシコにいながら日本を感じることができるでしょう。アンヘル独立記念塔やチャプルテペック城といった観光地にも近く、とても便利です。
細身旅館、フランス、コンブファ。コンブファにある細身旅館では、日本独自の旅館を再現しています。テラスと庭園、畳と襖、掛け軸に障子など、日本ならではの和室そのまま。浴室に設置されている浴槽は木材で作られています。ゆったりとお風呂を楽しめば、観光で疲れた体を癒すことができるでしょう。サクラ、ベルギー、リエージュ。市街の景色を望めるコーリッジエリアにあるサクラは、外見はヨーロッパ式の建物であるものの、中に入れば客室は落ち着いた日本風。海外で、しかも市内の観光の中心地に、こういった和風ホテルがあるのは驚きですね。周辺エリアではハイキングやサイクリングも人気なため、サクラではレンタル自転車とレンタカーを提供しているようです。ノブ旅館、アメリカ・カリフォルニア州。ノブ旅館は2017年に開業したノブホスピタリティ社による旅館チェーン、旅館コレクションの1号店です。経営するのはシェフであり、レストラン・ホテルの経営者でもある日本人、松久信之氏。カリフォルニア州マリブのカーボンビーチを見下ろすロケーションとなっており、客室は畳や障子などを多用した本格的な旅館スタイルとなっています。大人向けの洗練されたホテルといった雰囲気で、ホテルの宿泊客は隣接したレストランノブマリブにて、ノブ・松久シェフ監修によるディナーを堪能できます。世界にはこの他にも様々な日本風旅館があり、中には半年先まで予約が埋まっているという人気旅館まであるのだそう。日本の旅館が海外に進出したり、海外在住の日本人が温泉旅館をオープンしたりする場合が多いようです。世界の日本風旅館に対しては、海外の人たちから様々な声が寄せられていますので、最後にいくつか紹介いたします。海外の反応。ロスのジャパニーズスパに行ったことがあるよ。寿司を食べられてマッサージも受けられる。私の願望が具現化されていた。タイのチェンマイにある日本風旅館は、なんと1泊6000バーツから20万バーツ以上もする。ただ部屋も綺麗だし、屋外の雰囲気もすごくいいけどね。俺の国にも作ってくれ。日本の旅館が恋しすぎる。パリの日本風旅館に行ったんだけど、日本にある本物の旅館や温泉施設にはかなわない。もっと安い値段で泊まれて美味しい料理も食べられるからね。もうすべての宿泊施設を日本風にすればいいと思う。おもてなしも含めてね。コメントを見てみると、海外の日本風旅館はやはりとても人気があるようです。ただ、実際に日本の旅館を経験したことのある人が同じものを求めてしまうと少々不満が募る場合もあるようです。あくまでも日本風のホテルとして利用すれば満足できるようですから、皆さんも海外に行った際、日本が恋しくなった時にはこういった宿泊施設を利用してみてはどうでしょう。日本を懐かしむひとときを過ごせるのではないでしょうか。もちろん日本各地の温泉を巡り、その違いを体験するのも楽しいでしょう。旅行割引キャンペーンなどが実施されている今、温泉旅館を楽しむ絶好の機会だと言えるかもしれませんね。風光明媚なスポットが数多くある日本。それらを目当てに、たくさんの観光客が国内外から足を運んでいます。また、はっきりとした四季があるのも日本の特徴。春の桜、夏の海、秋の紅葉、冬の雪など、その時期にしか見られない光景を楽しめるのも大きな魅力ですよね。今回ご紹介するのは、あるアメリカ人女性が日本の四季の美しさに驚愕したエピソード。
彼女はもともと日本に対して暗い、地味といったイメージを持っていたのですが、友人が見せてくれたイギリスのメディアに投稿された日本の映像を見て、そのイメージが激変したそうです。彼女が見た日本の景色とはどのようなものだったのでしょうか。早速ご覧ください。日本の四季の魅力に外国人が驚愕。私の名前はエイビス。海外旅行が大好きな20代のアメリカ人よ。グルメや史跡巡り、アクティビティなど、旅の目的は人それぞれだと思うけれど、私が旅をする目的は、なんといっても美しい景色を見ること。これまでに様々な国を訪れた時も、美しさを重視して行き先を決めてきたわ。そんな私が次はどこへ旅行に行こうかなと気になる国を調べていた時、同じく旅行好きな友人のアイリーンが声をかけてきたの。次の旅行先を探しているのならおすすめの国があるわよ。え、どこなの？ぜひ教えてほしいわ。それはね、日本。日本は最高に素晴らしい国なのよ。え？日本？予想外の返答に私は思わず大声を出してしまった。日本はアジアの中でも発展している国だとは聞くけれど、美しさや華やかさとはかけ離れたイメージ。色で例えるならば茶色やグレーって感じだったわ。なぜそんな色なのかというと、日本にはたくさんの神社仏閣があるから。ああいう建物って基本的に古くて薄汚い色をしているでしょ。とにかく日本は地味で、私の求める華やかさがそこにあるとは思えなかったの。それに日本人は恥ずかしがり屋で無口な人が多いと聞いたこともあるし、それってつまり暗いってこと。地味で暗い国へわざわざ高いお金を払っていくなんて死んでも嫌だと思ったわ。それなのにアイリーンは日本のどこに魅力を感じたのかしら。私は彼女に日本を勧める理由を聞いてみた。日本は正直私の好みには合わないわ。私が好きなのは華やかで心躍る景色だって知っているでしょ。そう言うと思ったわ。でもちょっとこれを見てみて。そう言ってアイリーンが見せてくれたのはスマホの画面。それはイギリスの有名メディアユニラットが日本を紹介するシーンだった。ユニラットなら私も時々見るわよ。投稿者数が5000万人近くいるから情報量がものすごいのよね。でもこの景色は何？こんな綺麗な場所は初めて見たわ。そこに映し出されていたのは透明感のある大自然。抜けるような青さの空の下、美しい花々が咲き誇る光景はまるで絵画のようだった。だからこれが日本なのよ。どう？すごいでしょ。これが日本？嘘でしょ。その景色は私が持っていた日本の地味なイメージとはまるでかけ離れていた。日本なんて暗くてジメジメとした国だと思っていたのに。ねえ、他の写真も見せてくれる？いいわよ。それからアイリーンが見せてくれた映像の数々は一瞬で私を魅了した。有名な富士山も素晴らしく、特に日本らしい塔と一緒に収まった景色や、湖と桜の向こうに富士山が見える景色は見事だったわ。ニューヨークのセントラルパークにも桜はあって、満開の時に見に行ったこともある。だけど、日本の桜の方が風情があるというか、控えめだからこその美しさを感じたわね。かと思うと、遥か向こうまで一面にひまわりが咲き誇っている壮大な映像もあった。
ひまわりの迷路の中で楽しそうにしている親子。子供ははしゃぎ回り、その姿をパパとママが微笑みながら見つめていた。鮮やかなひまわりの黄色も、子供の笑顔も眩しかったわ。それからネモフィラという青い花が敷き詰められた公園もあった。丘一面に咲くその花は、まるで大きな青い絨毯。丘と空との境目がわからないほどで、圧巻とはまさにこのことだった。しかもその場所はどうやら国営公園のよう。日本は神社と寺ばかりを手厚く保護していると思い込んでいた私にとっては衝撃的だったわ。その公園のことが気になった私はさらに詳しく調べてみることに。するとこの公園は茨城県にある日立海浜公園というところで、季節ごとに様々な花を楽しめることが分かった。私の大好きなチューリップや菜の花、コキア、コスモス。これはいつか絶対に見に行かなくちゃ、と思ったわ。次に見た映像は、真っ赤な落ち葉が地面に広がり、山は赤やオレンジに色づいた木々で美しさを増していた。真っ赤な紅葉と、古い建造物と一匹の鹿。日本にはこんなに素晴らしい構図があるのね、と感動しちゃった。だけど、このような景色も日本人にとっては見慣れた景色なのかしら。これはすごい宣伝になると思うし、もっと世界に発信すべきだと思ったわ。実は、後から調べてわかったのだけれど、紅葉が見られる国は、世界的に見ると貴重なんだそう。美しい紅葉が見られるのは数ある樹木の中でも落葉紅葉樹のみ。そしてその落葉紅葉樹が広く存在しているのは日本を含む東アジアのヨーロッパの一部、そして北アメリカの東部に限られているの。また日本の紅葉が特に美しい理由は葉の色が鮮やかだから。欧米の紅葉は大抵が単色。それに対して日本では赤や黄色、オレンジ色などがあり、常緑樹などの緑色も混ざった多彩で美しい紅葉が見られるのよ。それにね、日本は何気ない日常の風景も素敵なの。例えば、交通量の多い道路の両脇に植えられた樹木や花々。ある映像は満開の桜並木だったし、新緑が眩しい景色や植え込みにピンクや白の花が咲いている景色もあった。自宅の庭にたくさんの花を植えなくても癒し空間を満喫しながら通勤や通学ができて、季節の花に囲まれた生活を送れるなんて、日本は羨ましすぎるわよね。そしてあっと驚かされたのが真っ白な雪景色。その映像は雪の中に見たことのない建物がひっそりと立っていたの。見るからに古そうな建物なのに、こんなに雪が積もったら潰れてしまうんじゃないかしらと心配になった。だけどあれほど雪深い地域に建てられているのだから、頑丈な作りになっているんでしょうね。それに屋根の傾斜がかなり急だったのも、雪が屋根に積もり続けないための工夫だと思ったわ。それから特に私が気に入ったのは、富士という薄紫色の花。たくさんの富士が咲いている様子はまるで花のカーテンのようだった。淡い色のせいか、あんなにたくさん咲いても圧迫感はなく、どこか控えめな感じがまたいいのよね。ちなみに日本には藤色という名前の色もあるんだそう。日本人にとって富士の花の色は特別なものなのね。どう？これが日本の四季なのよ。アイリーンは笑顔で私に言った。これでもまだ日本が好みじゃないって言うつもりかしら。そんなわけないじゃない。日本がすごく好きになったし、今すぐに日本へ行きたいくらいよ。
アイリーンはナチュラルな華やかさを持つ日本をどうしても私に勧めたかったようね。自然が豊かで四季の移ろいを肌で感じられるなんて、日本はとても素敵な国。彼女のおかげで日本の魅力に気づくことができて本当に良かったわ。それから私は日本の四季についてもっと調べてみたのだけれど、とても興味深いことばかりだった。春は桜が満開になる季節。桜がいっぱい咲く公園では、家族や友人、恋人、職場の仲間と一緒に桜をめでるお花見をするんですって。お花見の写真を探してみると、お酒を飲んで上機嫌なサラリーマンや、手作りのお弁当を囲んでいる家族連れ、ベンチに腰掛けて桜を見上げているカップルの写真なんかもあった。どの写真からも桜の優しいピンク色が人々の心を和ませているのが伝わってきて、日本人は桜が咲くのを心待ちにしているのが分かったわ。夏の写真で多かったのはやっぱり海や川の景色。川でカヌーや釣りを楽しむ親子のバックには濃い緑の山々が見えた。私はニューヨーク生まれニューヨーク育ちの都会一個。川遊びなんて一度もやったことがなかったから羨ましいと思った。あんな綺麗な場所ならきっと空気も澄んでいて、夜になれば満天の星空を眺めることができるんでしょうね。秋は紅葉の写真。寺の建物の丸い窓の向こうには庭の真っ赤な紅葉が見えた。その光景は神秘的でまるで一枚の絵のようだったわ。また別の写真には紅葉の中で佇む参拝者。その姿は儚げでもあり、とても風情のあるものだった。冬の写真はどうやって作ったの？と思うほどの巨大な雪像。すごい数の雪像だったから、多くの人が制作に携わっているんでしょうね。調べてみると、それは北海道で毎年開催される雪祭りの写真。夜になるとライトアップされて、昼間とはまた違う幻想的な雰囲気になっていた。それから雪灯籠祭りという青森県のお祭りも綺麗だったわ。雪で作られた灯籠や鎌倉という小さなドームに明かりが灯ると一面の真っ白な雪が照らされるの。白ってこんなにも美しい色だったのね、と感動しちゃった。日本というのはどの季節でも自然な色を楽しめる国。写真や動画で見た鮮やかに移り変わっていく色を実際に日本で感じてみたいと思った。ただ残念ながら私の勤務先には日本出張なんてものはないし、今は仕事が忙しくて日本へ行けそうもない。だけどまとまった時間が取れたら絶対に日本へ行くつもりよ。ところでみんなは日本のどの季節が好き？おすすめのスポットとかあったら行き先の候補にしたいからぜひ教えてほしいわ。エイビスさんのエピソードは以上になります。日本の桜は外国人に大人気。桜の花を眺めながら飲食を楽しむお花見は日本の春の風物詩として訪日外国人観光客からも注目を集めています。外国人観光客誘致のためのインバウンド施策を行う日本政府観光局の調査によると、新型コロナウイルス感染拡大前の2019年3月から4月には270万人から290万人ほどの外国人が来日。新宿駅から徒歩10分という好立地の新宿御苑や、メディアでたびたび紹介されている上野公園、城の堀と桜という組み合わせを楽しめる千鳥ヶ淵などは東京のお花見スポットとして外国人からも人気なんですよ。さらに近年では韓国や台湾など自国でお花見を楽しむ国も増加。
日本のお花見文化は海外でも定着しつつあるようです。また日本の紅葉が色鮮やかな秘密は落葉紅葉樹の種類にあります。欧米にある落葉紅葉樹はおよそ13種類、それに対して日本はなんと26種類もあり、種類の多さによる色の違いだけではなく、その年の気候や葉の水分量によっても葉の色が変わります。つまり同じ木でもその年によって紅葉は違う色合いに。毎年同じ色合いにならないことも日本の紅葉が人々を引きつけ続ける理由なのかもしれないですね。ユニラットはおよそ5000万人もの登録者を抱えるイギリスの巨大ネットメディア。そこに投稿されたある映像では、木々や花々を中心とした日本の美しい光景が複数の映像をつなぐ形で紹介されています。映像はすべて日本の美をテーマに撮影を行う正見白石がインスタグラムにアップしたもの。埼玉県の川越、茨城県の日立海浜公園、富士山、山梨県の南稲賀湖、奈良公園、栃木県の足利フラワーパーク、三重県の菜花の里など、さまざまな名所の様子が映し出されていました。この投稿は再生数が390万回を超えるなど、外国人の間で大きな話題に。外国人から寄せられたコメントの一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。今まで2回日本を訪れて、自然のある場所をたくさん散策した。私にとって日本は世界で一番美しい国よ。日本には地球上で見られる木々や花々の中でも最高に美しいものが集まっているからね。こういう自然こそが真の日本の姿だと思う。平和に満ちていて無駄がなく美しい。もはやこの世の光景ではない。まるで地上にある楽園のようだ。日本がもっと近くにあれば毎年のように行っていると思う。季節ごとに違った魅力があるから、いくら行っても飽きることがないしね。まとめ。今回のエピソードに登場した景色以外にも、日本には想像を絶するような四季の絶景が数多く存在。そのような美しい景色に触れると、ささくれ立っていた心が癒されたり、元気をもらえたりします。都会のビル群やイルミネーションなど人工的な美しさを見ても心が動かないときは、四季の自然の美しさを見るためにちょっとお出かけしてみてはいかがでしょうか。まだ見たことのない日本各地の美しい景色がきっとあなたのことを待っていると思いますよ。暑い日差しが照りつける夏、うだるような暑さと湿気に毎日うんざりしている方も多いのではないでしょうか。そんな暑い毎日に癒しを与えてくれるものの一つが、心地よい川のせせらぎや涼しげなそよ風。特に美しい川の流れは、ただ眺めているだけで私たちを涼しい気分にさせてくれますよね。今回はそんな川をテーマにして、川床に関する話題をお届けしましょう。川床は夏の風物詩の一つとされており、川を眺めながら食事をしたり、川の上に床を作ってそこで食事を楽しんだりできる場所を指し、京都府を中心に全国各地に存在しています。まずは生まれて初めて川床を体験したというフランス人女性のエピソードをご覧ください。フランス人が川床を体験した結果。私の名前はアメリー。生まれも育ちもフランスだけれど、大学を卒業した後、たまたまフランスに留学に来ていた日本人男性と知り合って結婚したの。結婚してしばらくは2人でフランスに住んでいたんだけれど、夫の仕事の関係で
半年前日本に引っ越してきたの。今私が住んでいるのは京都という町。はじめはフランスから遠く離れた日本という地で生きていくことにとても不安を感じていたけれど、京都は世界的にも有名な観光地で外国人観光客も多いし、意外と不自由することは少なかったわ。日本での暮らしもなかなか悪くない、そう思ったの。京都は情緒にあふれていて、日本らしさがたくさん詰まっている街だと思う。街中を歩いているだけでなんだか自分も日本人になれたような、どこかしっくりくる感じがする。こんな素敵な街で育った夫が心底羨ましかったわ。毎週末になると私と夫は観光も兼ねて京都のいろいろな場所を訪れている。伏見稲荷大社や清水寺、京都タワーに金閣寺。京都には観光スポットがあまりにも多すぎて、どれが一番素敵かなんてなかなか決められないわ。だけどね、その中でも私の心をわしづかみにして離さなかった観光スポットがいくつかある。その一つが川床というものよ。川床とは川沿いや川の上に床が作られていて、その床の上で食事を楽しんだりするもの。でも一口に川床といっても実は様々な種類があるの。まずポピュラーなのが京都鴨川の納涼床。鴨川のそばには川の上にたくさんのレストランが並んでいたり、川が見える場所にお座敷が作られたりしているの。人々は間近で川を眺めながら食事をすることができるわ。先日のディナータイム、私は夫に連れられて鴨川の納涼床で食事をした。テーブルから見える景色は圧巻。夜だったから街の明かりが鴨川の水面に反射して幻想的な雰囲気を醸し出していたわ。京都なのにいつも見ている京都とは少し違う、そんな感じ。生まれて初めて経験する眺めに私、驚きと感動が隠せなかったわ。それに夏の暑い時だったっていうのに、時折涼しい夜風を感じられて心地がいい。まだ料理が運ばれてくる前だっていうのに、すでにまた来たいと思えるような場所だったの。興奮しっぱなしの私に夫は納涼床についていろいろ教えてくれたわ。鴨川の納涼床は京都の夏の風物詩であること、そして京都鴨川の人たちは納涼床のことを床と呼んでいること、さらに鴨川の納涼床は二条通りから五条通りにかけておよそ100軒くらいのお店が軒を連ねているんですって。鴨川沿いに100軒ものお店が並んでいるなんて、遠くから見ても圧巻の景色よね。そしてどのお店も川沿いに店から張り出すようにテラスが建てられていて、川の水面よりもかなり高いところに床が作られているの。この高さが鴨川の納涼床の特徴なんですって。ちなみに今は夜だけど、昼の納涼床はどうなの？気になって夫に聞いてみたら、昼間は昼間でいい眺めだよ。でも昼間の暑さは街の中と変わらないか、若干涼しい程度かもしれないね、だって。さすがに昼間は川の上だとしてもそれなりに暑いのね。そして納涼床の醍醐味の一つが美味しいお料理。納涼床で食べられるお料理は伝統的な和食だけかといえば、全然そんなことはなく、お料理の種類はとても豊富だと夫は言う。本格的な和食はもちろん、すき焼き、焼肉、串カツ、フレンチやイタリアンなどなど、それにカフェやバーもあるらしいわ。昔ながらの老舗レストランから最近できたばかりの新しいお店まで幅広いし、肩肘張らずに楽しめるお店が多いんだそうよ。ちなみに今回私たちが選んだのは湯葉料理が美味しいお店。美しい景色を眺めながら湯葉料理や京料理をいただくことで非日常の気分が味わえたわ。そうそう、私さっき川床には種類があるって言ったわよね。京都のもう一つの川床は京都北部の貴船にある貴船の川床。
鴨川の納涼床は一般的に床と呼ばれているのに対し、貴船の川床は川床と呼ばれている。夫によると、貴船は古くから京の奥座敷と称されており、住宅の床の間と同じ感覚で川床と呼ばれるようになったらしいわ。それ以外にも鴨川の納涼床との違いを出すために、あえて川床という少し違う名前をつけるようにしたという説もあるそうよ。貴船の川床の特徴は、鴨川の納涼床に比べて川の水面により近いところで食事が楽しめるという点。鴨川の納涼床は高いところから川が見渡せるように作られているんだけれど、貴船の川床は手を伸ばせば水に触れることができるほど水面の真上に床が作られているの。もちろん鴨川の納涼床も十分素晴らしいんだけれど、私は正直貴船の川床の方が好み。初めて貴船の川床を訪れた時は、あまりの感動に言葉が出なかったほどよ。川や湖の上に立つ家なんかは海外にもたくさんあるけれど、川床にはそれとはまた違った日本的で上品な魅力があるの。ちなみに貴船の川床に行くんだったら、貴船にある数々の観光スポットとセットにして訪れるのがおすすめよ。例えば昼間に貴船神社やお寺の観光をして、夕食を川床でいただくっていうプランもいいと思うし、ランチタイムに川床を訪れるのもありだと思う。だって鴨川の納涼床は昼間はそんなに涼しくないけれど、貴船の川床は昼間に行ってもとっても涼しいから。川に近い分、川の流れる音や川の涼しげな感じをより味わえるし、そこにいるだけで心が洗われたような気分になるの。逆に夜行くと、日によっては少し肌寒くて羽織物が必要になるくらい。貴船には川床料理を楽しめるお店が十数軒あるんだけれど、そのほとんどが和食を提供するレストラン。川沿いらしく、鮎の塩焼きを楽しめるお店もあるし、中には流しそうめんができるお店もあるんですって。それと旅館に併設されているお店も多いから、宿泊が可能な点も鴨川の納涼床とは異なる点ね。ちなみに夫によると、貴船で川床が始まったのは大正時代の頃だそうよ。福井県と京都を結ぶ鯖街道の道中の休憩場所として、料理などを提供したのが始まりだったんですって。とここまで話すと、川床は京都のものだと思われてしまいがちだけれど、私が気になって調べてみたところ、実は川床って京都だけにあるわけじゃないらしいわ。例えば京都のお隣の大阪には、土佐堀川沿いに15店舗ほど川床が営業されているらしい。川からとても近い距離に設置されたテラスでは、カフェやバー、イタリアンや中華料理などが楽しめるそうよ。それに大阪の箕面市、箕面川沿いにも箕面川床が2店舗ある。すき焼きや懐石料理、天ぷらなど旬の素材を使った和食が提供されていて、春は新緑、夏は青葉、秋は紅葉をすぐそばで眺めながら食事ができるの。まだ行ったことがないけれど、想像しただけでもいかに素敵かわかるでしょ。ちなみに箕面川床の始まりは明治時代。その頃、河川に張り出す形の茶屋や休憩所が作られたそうなんだけれど、何度も洪水などが起こった結果、一度はなくなってしまったそうよ。でも2010年に復活してからは、川床は箕面市の観光名所の一つとして人々の間に定着しているんですって。あとは北陸随一の渓谷美を誇ると言われている石川県の鶴仙渓の川床もなかなか素敵。鶴仙渓川床と呼ばれているそうよ。この川床は不動滝という滝の近くにあって、美しい景色が楽しめると評判なの。ここでは地元の飲食店や旅館が提供するお弁当や和スイーツと抹茶のセットが食べられる。滝を眺めながら食事をするなんて贅沢なひとときよね。
他にも福島県の会津東山温泉の原滝という温泉旅館の中にも川床があるそうよ。ランチタイムには四季折々の素材を詰め込んだ松花堂弁当が、夜には和牛サーロインステーキや地鶏の炭火焼きが楽しめる懐石膳が提供されるの。それに天然の足湯や源泉かけ流しの温泉もあるから身も心も満たされそう。京都からはちょっと遠いけれど、機会があればぜひ行ってみたいわ。続いては静岡県の伊豆箱根にある川床。ここには根っこ川沿いに川床が設置されていて、座席では山の幸や海の幸がいただけるの。食材は地元産にこだわっていて、三島野菜や天城シャモなど伊豆ならではの食材が味わえるわ。しかもこの川床の特徴は一年中楽しめるというところ。川床というと夏の風物詩というイメージが強いけれど、ここでは冬でも川床で食事ができるの。夏の涼しげな風も魅力的だけれど、冬の澄み切った空を眺めながら食事を楽しむのもこれまた良さそう。冬の寒さ対策にはこたつやちゃんちゃんこと呼ばれる上着、さらには冷たい風を遮断するためのカーテンの設置などがされているらしい。昨年の夏にリニューアルされたばかりの比較的新しい川床よ。ここもぜひ行ってみたい川床のうちの一つ。そして日本には今紹介した以外にもたくさんの川床があるそうよ。愛知県、岐阜県、山口県、宮崎県、鹿児島県など、世界的に見ても日本は水資源に恵まれており、川の数もおよそ3万以上と各地に様々な川が流れているから、京都に限らず日本のあちこちに川床があるのはある意味自然なことかもしれないわね。愛知県の川床では川遊びできる場所が併設されていたり、山口県の川床では時期によっては満開の桜を眺めながらお弁当が食べられたり、宮崎県の川床は川床にしては珍しく橋の下に床が設置されていたりと、同じ川床でも場所によってさまざまな特徴があるらしいわ。このように日本には京都を中心に各地にさまざまな川床があるみたい。日本以外の国に川床が全くないわけではないみたいだけれど、日本の川床には他の国にはない特別な魅力があると感じるわ。フランスから日本に移住することができて本当に良かった。だって日本には川床という素晴らしい文化があるんですもの。これからも日本に住み続けて日本の魅力をもっともっと感じていきたいわ。エピソードは以上のような内容となっていました。生まれて初めて川床を体験したというフランス人女性、一度行くや否やすっかり日本の川床のファンになってしまったようですね。ちなみに京都に今のような川床が生まれたのは江戸時代の頃。この頃京都の中心を流れる鴨川沿いにはおよそ400軒を超える茶屋があふれていたそうですが、そのにぎわいの中で川に張り出し式の将棋を並べたのが河原の鼓と呼ばれるもので、これが川床の原型になったと言われています。川床はこの頃すでに床と呼ばれていたそうですよ。その後明治時代になってからは毎年7月と8月に床を出す習慣が定着し、さらに河川の工事や電車の延伸などの影響で現在は鴨川の西側にのみ川床が設置されています。そんな川床は海外のネット掲示板でもたびたび話題になっており、外国人ネットユーザーからは様々なコメントが寄せられていましたので一部紹介いたします。海外の反応。川のすぐ上で料理を食べられるなんてとても涼しげで夏にぴったりなレストランだね。タイのチェンマイにも似たような場所があるけれど、料理の美味しさは日本の方が数段上だ。この間京都を観光したばかりなのに、こんなに素晴らしい川床の存在に気づかなかった。残念でたまらないよ。これは日本でこそ成り立つシステムだと思う。
アメリカなら訴訟を起こしてレストランから賠償金をもらうためにみんな川に飛び込むだろうから。めちゃくちゃクールな場所だね。でも虫や蚊がいっぱいいそうで僕は行きたいとは思わないな。まとめ。今回のテーマは日本の川床について。フランス人女性の体験談や川床に対する海外の反応をお届けしました。川床は京都の鴨川沿いや貴船では毎年5月から9月末にかけて行われる夏のビッグイベント。川床といえば京都のものが有名ですが、日本全国を見渡してみると最近では一風変わった川床も登場しているようです。それが埼玉県時川町にある時玉秘密基地こもり場。ここには川床バーベキューエリアがあり、一級河川の清流が流れる目の前でバーベキューが楽しめ、最高の贅沢が味わえると評判です。清流を眺めながらいただく昔ながらの和食も風情がありますが、よりカジュアルに楽しめるバーベキューも魅力的ですね。暑い夏を少しでも涼しく過ごすためにぜひとも体験したい川床。この動画をきっかけに皆さんもぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。